眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。眠れないあなたを寝かせるために今宵も尽力していきたいと思います。安眠研究家の堀田です。どうか一つよろしくお願いいたします。いや先生、ちょっと壮大すぎる。何ですかそのスターウォーズ。いやこれね、はい、最近ね、私ね、スターウォーズ見たんですよ。あ、そうなんだ。私、あの、スター・ウォーズっていうのは、うんうんうん、あの、あれは何年だっけ ?78 年とかだったかな ?77 年だったかな、うん、あの当時ね、うん、まだ幼稚園だったんですけど、うん、初めて見たんですよ。うん、だから、うん、それからずーっと見てなかったんですよね。そうなんだ。じゃあその続編とか見てなかったんですか。いや、続編もね、いや、ちらほら、小学校の時見てましたよ。アルバムも買ったしね、ジェダイの。へえ、そうなんだ。うん、へえ、そうなんだ。そう。だけど、ちゃんと、やっぱりね、大人になってからもう一回見返してみたら、これはね、いい、すごいね。もう本当ね、僕、この間見たのは、うん、一番最初にやったやつ、70年代にですね、うん、一番最初にやったスターウォーズ。へえ。うん。あの、ルーク・スカイウォーカーのところに、あの、ジェダイの、あの、なんだっけ、来るわけでしょ、あの、うん、おじさんが、マントのおじさんが来てっていう。うん、で、初めて C3PO とか、CW45P だっけか、あの、なんかよくわかんないけど。私もちょっと正解を知らないっていう。R2D2 だ。はい、うん。が、こう、現れて、うん、うん。これはね、素晴らしかった。いや、もう本当にね、息もつかせぬような感じ、スリリングがいつ連続して起きるんですよ。あ、そうなんだ。これは人気出るわと思って、大人になってもう一回見て、あの、スターウォーズの中のその政治観だったりとか、うんうん、あとやっぱガンダム好きじゃないですか。はいはいはい。ね、あのなんかこう、あ、なるほど、ガンダムって、やっぱこれ、スターウォーズがあってガンダムなんだなってな。あ、そうなんだ。あの、ほら、ライトセーバーなんてビームサーベル。あ、確かに確かに確かに。で、ダース・ベイダーのヘルメットなんてシャーズナブルじゃないですか。あ、確かに。ほいで、あの、白い兵隊が大量に出てくるでしょ。あれ、ザクじゃないですか、はいはい、もうまさに色が違うけど。ああ、確かに。で、やっぱりその、あの、なんだっけ、ほら、あの、超能力、ニュータイプの能力の、ルーク、フォースで負け、バケツを使うな、みたいなこと言うじゃないですか。あの、フォースね。フォースね、まあ。私そんな詳しくないんですけどね。はい、フォースじゃないことは。あれなんかもうほんとまさしくララーがね、うん、もうあの世に行ってしまったララーが、アムロにこう、霊界から問いかけるでしょ、うん、あの、テレパシーで、うんうん。ジェダイがね、ルークが最後、うん、あの、デススターのこの核のところにこう、行くときに、うん、ルーク、フォースで負け、バケツを使うな、みたいなのをやるわけですよ。そうなんだ。だそれはね、あ、これもガンダムだな、と思って。あ、そう。うん、うわ、ちょっと見てみたくなってきたな。あ、スターウォーズいいですよ。あ、そう。うん。いや、他にもね、いろんなエピソード1とかいろいろあるじゃないですか。あの、はいはい、どうしてダース・ベイダーになったんだとか、うん、うん、その後の、マーク・ハミルどうなっちゃったとか、そういうのもあるんだけど、ルーク・スカイ・ウォーカーどうなっちゃったとか、うん、そういうのもあるんだけど、うん、まずあのね、最初のその、あの、あれ、いくつなんですかね、あれは。エピソードいくつなのかわかんないんだけど。なんか、そうですよね。新たななんとかって放題がついてたな、うん。その後に帝国の逆襲があって、ジェダイの逆襲で、復讐がある、逆襲か、があるんですよ。いや、ところどころね、見たことあるんですよ。まあ、見てますよね。必ず誰かも、うん、誰でもね、みんな。うん、でも、ちゃんとは見たことないかもしれないです。うん。大人になって私もちゃんと初めて見た。あ、そう。見てみよう。うん。で、子供と一緒に見たんですよ。あ、そうなんですね。で、子供も最後まで見てて、こう、じーっと見てて。うん。うん、え、あの映像の古さとかって。ああ、はいはい。どうなんですか？最近の子ってなんか嫌がるじゃないですか、うん。あ、ね、そう、嫌がりますよね。だけど、割と今、綺麗に、デジタルリマスターって言うんですか、あれ。あ、はいはい。うん、それされててね、そんな全然劣化もなくて、古さを感じなかったですよ。あ、そうですか。うん。アマゾンで見れるんですか？
ネットフリックスですか。あれは何ですかね。あ、違う違う違う、ディズニープラスだ。ああ。ディズニープラスでしか今見れないんじゃないかな、スターウォーズって。なるほどね。うん。そうかそうか。うん。いやー、本当にね、いや、もう一回見たからいいやと思って、見ないのは つまんないね。この間もね、ディープインパクト、昔見たからっつって、隕石が来るやつね。はいはい、ディープインパクト、あれ、すっごい良かったのね。あ、そうですか。そう。あんな昔見てるはずなのに、こんなに面白いんだと思って。ああいうなんか天変地異的な映画っていうのは結構あるじゃないですか。うん、はいはいはい。あの、有名なところで。アルマゲドン。あ、アルマゲドンか。ハルマゲドンじゃなくてアルマゲドンでしたっけ。アルマゲドン。アルマゲドン。うん。あと、インディペンデンスデーとかね。そうね。うん、インディペンデンスデーね。流行りました、ね。流行りました。そう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 。だけど、あのね、一番私好きなのはそれ、さっき言ったやつ。あ、そうなんだ。うん。あの女の人可愛いな、うん、あの女の人を見てては俺も整形しようかなと思ったぐらい可愛いこと整形いや可愛いんですよ顔がその顔に整形しようと思った、まあ、そういうあのそういう顔のそのパーツ羨ましいなっていうどういう感覚可愛い人がいて、はい、いてそういう人と本田翼さんみたいな、うん、お近づきになりたいとかだったら分かるけどそういう近づき方ってすごい斬新ですね整形っていやまあ近づくことだったら無理じゃないですかだけどやっぱいやそうだけど、うん、可愛いなと思ってあなんで可愛いんだろうなって私そこから入るんですよ、はいはい、可愛いなでどうして可愛いと思ったのかそこから入っていくと、うん、あなるほど鼻筋が通ってるんだねでなるほどあおでこがちゃんとこう前に出てるんだあなるほどこれはホモエレクトスの流れかなとか。ホモエレクトスって何ですか？もうホモサピエンスの進化系ですよ。あ、そうなんだ。うん。うん。まあそういうところが入るんですよ。うん、じゃあそうすると、それが可愛いんだったら自分もそういう風にできるのかなと思って鏡見るじゃないですか。感覚すごいな。はい。で、鏡見て、うん、あこれダメだわ。まあそうでしょうね。で、あ、じゃあちょっとこういう風にしようって言って。整形だみたいな話になるわけですよ。あ、そうなんだ。うんうん、いや、そっちの方向行く人今だ出会ったことなかったですね。可愛い人見て整形の方向。あ、そうですか。はい。で、何山崎さんその可愛い人見て、はい、お嫁さんにしたいなっていうことですか。まあ、お嫁っていう言い方今のこのね男女平等の時代にまたこうバッシング受けちゃうけど。うんうん、まあ。お婿さんに入りたいと思ったわけ。いやいやいや、それもよくわかんなくなりますけど、うん。その可愛さだったら逆に自分の名字を変えてでも結婚したいと思ったわけ。いや、まあ、そんな大げさじゃないですけど。うん、まあ、せいぜい私のレベルだと、まあ、試験管に唾液を集めて、それを下から火で炙って出てきた水蒸気を、吸いたいなっていうぐらいかな。それ2回ぐらい言うとあれですね、慣れてきますね。ね。もう全然、よどみなく出てきます。もうそのなんか、許される感があえて出てくるね。そうですね。うん。確かに確かに。ね、いや、1、2回、確かにね、靖国神社参拝なんかもあれ、毎日行けばいいんですよ。あれもだからそのうち、多分攻撃されたくなくなるんじゃないですか。そうですね。毎日行ってればね。そうそうそう。特別に日に行くからいけないでしょ。そうそうそう。まあ、時々行くから行ったってこと言われるけど、また行ってるよって、もう、そう、あの人、しょっちゅう言ってるよって話になるぐらいだから、まあ、そうか、そういうパターンですな、これ。うん。っていう感じですかね。なるほどね。まあ、ちょっと、今日は、ところで何ですか？いやー、なんか、最近ちょっと悩みというか、はい、おう悩みってことじゃないんですけど、最近ふと気づいたことがあって、はい、でずっとね、うん、大人になってから、25ぐらいからかな、うん、本当45、20年間ぐらいですかね、はいはいはい、ずっと、はい、人生で、成功っていうのは、はい、お金持ちになることだと思ってたんですよ。アメリカン的な発想ですね。ああ、なるほど、うんうん。で、それが成功だと思ってたから、なるほど、それに向かって、頑張ろうとずっと努力を続けてきたんですよ。うんうんうん、だけど、ここに来て、なんかその収入もだんだん落ちてきて、ほう。そうなった時に、要はまあ自分が今までも目指してたものと、要は逆行してるわけですよ。なのに、なぜか、
全然不幸せじゃないというか、むしろちょっと幸せを感じることがあるんですよ、うん、でこれおかしいな、なんでだろうなと思って、うん、だからもう完全に目標が変わってるっていうことだと思うんですけど、うんうん、要は20代から40代半ばぐらいまではずっとお金持ちになる、のが成功だから、それを目指して、めがけて頑張ってきたつもりだったんだけど、うん、いざそれが、叶えられないと思った時に、自己防衛なんですかね、これって。精神。ああ、なるほどね。ああ、うん。それでね。いや、そんなこともないと思いますね。違う。わかんないですけどね。私はそんな、それ、大それた質問にお答えできるような身分ではないので、それちょっとわかんないですけど。はい、はい、はい。あ、もうそれ考えると寝れなくなっちゃって。いや、でもさ、はい、今、でも、変な話、お金じゃなく幸せを得られるっていうことって、うん、ものすごく本当の意味での幸せじゃないですか。なんかすごくそう思うんですよ。うん。アメリカ人でこんな話がありました。お前自分が優れてる優れてるって言ってるのに、全然金持ちじゃねえじゃねえかと。だから、優れてるんだったらお金持ちっていう、優れてる人イコールお金持ちっていうのがアメリカなんですよ。うん、だから変な話、優れるって一体何のために優れてるかって言ったら、お金持ちになって成功するっていう結果のために優れているわけで、うん、それ以外に優れてたらもう意味ねえだろって発想なんですよ、アメリカ。ああ、なるほど。うん、おっていう話でしたよ。そこにね、近かったかもしれない、ずっと。いや、わかりますよ。うん、まあ、若い時はみんなそうかもしれないよね。でも、やっぱ年取っていろんなこと経験して、いろんな人生、いろんな人と接して初めて気づく、本当の幸せってあるんじゃないですかね。いや、本当そうですね。うん、いや、それが気づけるようになってよかったっちゃ、すごいよかったなと思うんですよ。いや、それは素晴らしいですよ。だから本当にね、神社に落っこってる石ころ一つ、あれに対してただの石ころだと思える人もいれば、いや、なんでこんなに綺麗な丸いこう感じで美しいなこの石って思える人いるわけじゃないですか。花より団子じゃないけど、いやいや、でも花も美しいなって思える人の方が幸せの数多いじゃないですか。うん、確かに確かに。ね。だから本当、拾った石一つ見て、実は後ろに幸せだねって一言書いてあるのが、見える人と見えない人、やっぱ違いますよ。なるほど。うん。いや、それはいいんじゃないですか。よかったですね。ですかね。うん。いや、そうなんですよ。年取ってなかったら気づかないことなのかなと思うんですよね。うん、本当に今までの人生の中で、うん、まあある程度物心ついて、違うな、社会人になってから、うん、おそらく一番収入ないと思うんですよ、うん、ここ最近が、うんうん、だけど、うんうん、だから一番不幸なはずなのに、うん、全然不幸じゃないんですよね、うん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 、いや、それはやっぱり本当なんかこう、いろんなものに感謝し始めた時って初めて気づく幸せってあるじゃないですか。自分に寄り添ってくれる人、そして自分に対してやってくれる優しさ、うん、そういったもので、ありがたいなと思えるのは、まず自分がやばいなっていう窮地に立たされて、うん、そういう環境で初めて気づけることじゃないかな。なるほどね。よく思いますよ。満たされてるじゃ気づきづらいか、確かに。いやー、私ね、車乗っててそれよく思いますね。うん、なんかこう、台車で借りた車が自分の車より悪かったりした時に、うん、なんていうのかな、この車でもいい車だって思ってる人になりたいって思う。その車でも、いいから欲しいって言ってる人が、この車を手に入れたら、幸せって思えるんだろうな、うん、ということはもっと安く幸せ手に入れられるじゃんってよく気づくんですよ。逆に言うと台車が自分よりさらに上のクラスの方が来ちゃったりとかすると、うん、寂しく思ったりとかする、はいはいはい、一体何なんだこのヒエラルキーって思ったりとか、うん、台車に関してはいつも思うんですけど、本当ディーラーの人って親切だなと思うんですよ。は絶対に自分が乗ってる持ってる車よりもグレードの高い台車って出さないじゃないですか。ああ、そうなの？出されまくりますけどね。あ、本当ですか？うん。
全然出されまくる。次これ買ってくださいよと。いいでしょつって。もう営業の一環だと僕は思って。いや、だから私もそうすればいいのにと思ってました。私はディーラーの人に。うん、私はね、今まで、まあ、その自分が持ってるやつよりもちょっと一回り小さいサイズの台車。そっちの方がいいですよ。ねえ。いいです。だからね、自分の。心にいいです。台車から自分の車に戻ってくるのが楽しみだし、戻ってきた時に、うわぁ、よかったと思える。そうでしょ、うん、うん。いや、ほんとそうですよ。うん、ねえ、うん、あれ一番高級なやつにしときゃいいのに。まあ営業にとってどっちが得かって言ったらそうなんですけど、でもっと先行って営業がね、いやうちのあのブランドってそういう心気遣いができるんですよっていうことが本当にサービスの一環だとしたら、すごいレベルの高いディーラーのはずですよ。確かに。幸せもちゃんと提供してんだここのメーカーはっていう、うん、そういうふうには見えないんだよな。まあそこまでじゃないでしょうね、うん、そこまでだとしたらすごいな。だからそこの文化レベルですよ、うん、私がいつも大切にしてほしいのは、人類に望むのは、うん、もうそれこそフォースを使ってことしてほしいです、まあ、フォースよりもバケツの方がいい、丁寧かもしれないけど、ややこしくない、いや本当にそれはね、それこそやっぱりね、感性の問題でしょ。だから本当にお客様へ気遣い心遣いって、うん、納車するときにバラを仕込んどくとかそういうことじゃないんですよ。はいはいはい。それよりもその後の付き合い方、はい、次買ってくれるかどうかわかんない人に、でもなんかここで買ってあげたいなって思わせるその一つの一押しって、うん、やっぱりそのやっぱ相手への思いやり、そしてその多幸感を高めてあげるっていうね。うん、もっと一歩踏み込んでほしいなってやっぱり思います。そういえば最近ね、こういう話するとまた敵作っちゃうかもしれないけど、うん、コンビニとかもそうなんですけどね、うん、薬局行ってもなんか支払った後に、うん、ありがとうございましたって横を見ながらやる店員さん増えたなと思って、うん、要は現金じゃないんですよ最近。ペイペイだったりとか、なんかこう、なんとかキャッシュレス決済でしょ、はいはいはい、だそうすると、もう、ピーってやった後にもう、店員さん奥の方に入っちゃうんですよ。あね。で、そう、この話すると、いや、そういうもんじゃないですかってなるんだけど、昔絶対ありえなかったんですよ。はいはい、ありがとうございましたって、うんうんうん。自分らもコンビニでバイトしてた時に、はいはいはい、で、ありがとうございましたってやってたでしょ。で、お釣り渡して、レシート渡して、ありがとうございましたって言ってたじゃないですか。うん、今、全くそれがないんですよ。ええー、そうなんだ。そう。それで、それがないことが悪いんじゃなくて、もう、あの人たちもそういうもんだからやってるんです。うん。だからこそ、ありがとうございましたっていう店員さんがすごい光ってね。なるほどね。そうか。そうなんです。だけど、店員さんじゃなくだけじゃなくて、お客さんも慣れてくるんですよ。その、なんかこう、なんだろう。クールなその接客に、うん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 、もう変な話、そのうち多分水も お水ください、あそこで汲めばってこう多分言われる時代来ると思いますよ。いやさすがにないよって言うでしょ。ドリンクバーなんてそれに近いものありますもんね。それに まだねそれに近いものがあって、あすいませんあちらがドリンクコーナーになりますってこう今は言ってるわけですよ、はいはいはい、この先で待ってるのは、いやあそこで汲めばってこうなるわけですよ。自分で組んでってこうなります、だんだん。まあ今それ言ってるようなもんですからね、うん、言ってみるね。そう、で、そのうちレストラン入って、うん、あ、カレー一つって言ったら、あそこにキッチンありますってこうなります。いや、そんなわけないでしょ。多分で。作らされることはないですから。いや、今はね、そんなわけないっていうのが、今は、それ時代わかんないんですよ。なんで作らされなきゃいけないんですか。いや、わかんないよ。もう自分でセルフです。つって。あそう。うん。最初、まあ、確かにドリンクバーのセルフは違いもありますもんね。いや、本当だから僕、ガソリンスタンド、私、未だにセルフ入んないですもん。そう。やってくれるところ。だってさ、大違いだよ。窓も拭いてくれて、うん、それで、なんだっけ、こう、車から降りなくてもいいわけだもん。セルフって、車から降りて、で、窓も自分で拭かなきゃいけない。下手すりゃ窓だって拭くタオルが用意されてなかったら拭けないんですよ。確かに。ガソリンスタンドが行かないと窓って拭けなかったのに、うん、今もう拭けないのが当たり前なんですけど、そこにみんなお客さんがお人よしすぎてクレーム一つ言わないもんだから、提供する側がどん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 下のレベルに下がっていく。あえて言うよ。下に下がっていってます。うん、もっとね、
もっと強くやっぱり消費者はもっと望めばいい、うん、そして望んだ挙句ちゃんとサービス料やチップを渡してあげたりとかね、うん、もう売り上げどんどん上げていかないと、それで、うん、確かに確かに、そうやってほしいですけどね、なんでか知らないけど、それで仕事増やしていかないとダメですよね、これ。まあ本当ですよ、もうホースなんか使ってる場合じゃない、もうじゃバケツで見せる。いやいやいや、そこで分かんなくなるんですよ。わかりました。はい、じゃあ先生今日もありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。